1910年に出版されたワーグナーのニーベルングの指輪に関する書籍よりアーサー・ラッカムが剣を引き抜くシグムント、同情。シグムンドとは北欧神話及びギルマンの女子誌に登場する英雄であるボルスングと不良図の間に10人の息子の長男として生まれた。彼と彼の双子の妹シグニューはボルスングの子らの中で特に美しく優れていたとされる。また、 シグムンドは毒が効かないほど強権であった。彼はシグニューとの間に新匹を取り、最初の王妃、ボルグヒルドとの間にヘルギとハームンド、二人目の王妃、ヒョルディスとの間にシグルズを設けた。牽制を誇るガウトランドの王シゲイルはシグニューに求婚した。ボルスングは歓迎したが彼女本人と彼女の兄弟たちはこの話には乗り気ではなかった。 しかし万事についてそうであるように、決定は不応に委ねられ、シゲエルとシグニューは婚約した。結婚式はボルスングのところで行われた。すると祝賀の縁にオーディンが現れ、広間の中心にあるリンゴの大樹バルンストックに一本の剣を塚本まで刺し、抜いたものに褒美として与えると言って立ち去った。その場に居合わせた勇士たちは剣を抜けた者がこの場にいる。 すべての中で一番優れていると考え、次々に試みたが、誰も引き抜けなかった。しかしシュグムンドはたやすく、これを引き抜き剣を自分のものにした。剣の素晴らしさを目の当たりにしたシュゲールは、剣の重さの3倍の大門で譲るように頼んだが、彼にはこの剣はふさわしくないとシュグムンドは一周し、腹を立てたシュゲールは、翌日縁の席を辞して帰国する。シュゲールは、帰り際に、 滞在の短さの比例の埋め合わせに3、ヶ月後時刻への招待を受けてほしいと申し出て、ボルスンガは承諾するが、これにはシグムンドから受けた侮辱への報復の意図があった。ガウトランドに到着した戦場にいる父にシグニューは、罠であると警告し、帰国を促すが、ボルスングは、潔いしとせず船を降りて、シゲールの軍勢を戦った。この戦いで、ボルスングと、友の者は戦死し、 十人の王子は捕らえられ処刑されることになった。シグニューはシゲールに彼らをすぐ殺さずに手枷と足枷をはめてくれと懇願した。この願いは聞き入れられたがシゲールは彼らを森の中に放置した。夜になるとメスの狼が彼らのもとへやってきて一晩に一人ずつ食い殺し、最後にシグムンドだけが残った。シグニューは人をやってシグムンドの顔に蜂蜜を塗らせた。 狼は彼を殺す前に蜂蜜を舐め、シグムンドは彼女の舌が口に入った時にこれを噛み切って殺した。シグニューはシグムンドが生きているのを確認すると地下室を作って彼をかくまった。彼女はシゲールとの間に生まれた二人の息子が自分の一族の復讐を果たせるか心を見るが彼らに見込みがないとわかるとシグムンドに殺させた。その後、シグニューは 魔法使いの女と姿を取り替えて、兄のシグムンドを訪ね、床を共にして、新フィヨトリを生んだ。子でありおいでもある新フィヨトリを鍛えるため、シグムンドは、彼と共に、森の中に住み、人を襲い集奪を繰り返しながら生活した。新フィヨトリが、弾力のある若者に成長すると、シグムンドは、シゲールに復讐するため、新フィヨトリと共に、王な館に忍び込むが、 シゲールの幼い息子たちに見つかり彼らを殺害した。シグムンドたちは勇敢に戦ったが大勢に、無勢で最後には捕まり、一つの塚に石で間を隔てられ生き埋めにされた。しかし彼らは、シグニューが差し入れた食料に仕込まれた剣で石を引き切り、塚を破って脱出した。王の館にとって返した二人は寝静まった広間に火を放った。シグニューは、シゲールに問われ、 自分も兼ねてから父と兄弟の復讐を目論んでおり、それを果たせる能力のある息子を得るために兄と通じたことを明かした。彼女は生きながらえることを望まず、シグムンドとシンフィオトりに別れを告げ、シゲールと共に消死する道を選んだ。復讐を遂げたシグムンドは自国へ帰り散脱者から王位を取り戻した。彼はボルグヒルドを妃に迎え、彼女との間、ヘルギとハームンドを設けた。 しかし、シンフィオトリは、ママ母の弟と一人の女性を争い、彼を殺したためボルグヒルドに毒殺された。シグムンドは、ボルグヒルドを追放した。その後、シグムンドは、エイリミ王の娘、ヒョルディスが美しく聡明で自分の日にふさわしい、女性であるという評判を聞き、エイリミの元を訪れようと思い立った。エイリミは、シグムンドが戦を仕掛けるのではないかと。 警戒していたが、恩信を交わすうちに友好を結ぶようになった。シグムンドが国へ着くと、そこにはエイリミと縁続きになるために、ヒョルディス王妃に臨むフンディングの息子リュングビー王も到着していた。二人のうちいずれかを選ぶよう父に言われたヒョルディースは、より優れた王として、シグムンドを選んだ。リュングビーはこれを恨んで、ギフエイリミと共にフーナランドへ出発したシグムンドに、戦々復刻した。 戦いは激戦を極めた。高齢ながらもシグムンドは戦闘に立って戦った。多くの戦士が倒れたが、ノルニルの加護を受けたシグムンドは負傷することなく、彼の軍は優勢だった。しかし片目の老人が彼の剣を槍で折ると形勢は逆転し、シグムンドとエイリミはついに倒れた。戦に先立ちエイリミの城から森へ逃れていた。ヒョルディースは、 敵軍の去った戦場で倒れていた夫を解放した。彼女はシグムンドが傷を癒し、不要の仇を打つこと望むが、シグムンドはオーディンの加護を失った今、彼は自分が戦うことを望んでいないのだと治療を拒み、彼女が息子を身ごもっていることを告げると、折れた剣を託して息を引き取った。ありがとうございます。